どうもみなさん、こんにちは。こんばんは、ゆうころです。今回はミシュラー使っていこうと思います。このキャラね、まだロザリンの強化実装前なんで、すごい評価がね、難しい扱いになってるキャラなんだけど、ロザリン実装後はかなり評価上がると思われるキャラですね。で、現状でもすごい優秀なキャラで、交換可能です。しかも、スキム2個に25ターン変身の2ターン変装で変身できるキャラで、バインド封印、チーム HP、非コンボ強化2つ、7強6個に無効貫通持ってるキャラです。で、今回武器にレム武器つけてるんで、無効貫通ついてるんで、7強6個に無効貫2個持ちで使えます。で、パッと見の火力はちょっと低めなんだけど、スキルがね、上限45億、かつ自分の攻撃力5倍、光を火に変化を持っていて、まあこれによってね、毎ターンじゃない、2ターンに1回自身5倍エンハンス、まあ10強1個分だね、の火力がエンハンスでかけれます。かつ生成もあって上限45億もあって、しかも今回副属性火に変えてあげてるので、火力めちゃめちゃ出せますと。その上でリーダースキルが火の2コンボで攻撃力が7倍、3コンボ加算、火の全パラ 4.4 倍を持ってます。全パラ 4.4 倍、3コンボ加算で、かつ攻撃力も 30.8 倍出せて、で、まあこれにね、さらに強化後ロザリンを合わせればかなり強いキャラなんですが、まあ、今回ロザリン実装前ということでガンダム編成で使っていこうと思います。今日使う編成こんな感じです。はい、76のガンダム編成で遊んでいきます。まずはリーダーからダブルゼータガンダムです。浮遊上限解放遅延2つにこちらリオレウス武器、間違えた、リオレイヤ武器、待って、どっちだっけ、ちょっと待って、これマジ微妙なライン、リオレウス、リオレイヤ、こういう場合はね、見れば分かるの、リオ、こっちだよこれ、リオレウスだろ、リオレウス、リオレース武器継承です。まずはダブルゼータガンダムにこちら浮遊上限解放遅延2つでリオレース武器継承ですね。こちら76運用していきます。はい、からのダブルゼータガンダム進化後です。浮遊神キラー2突に遅延4つ、そしてリーでリダチェンしていきましょう。これで76リダチェンしてあげて、かつまあね、マシン全パラ 4.2 倍リーダーとして使っていきます。これはまあロザリン実装されるまでの辛抱ね。で、エピオンです。浮遊遅延4つ、そしてこちらレンの武器継承ですね。はい、からのジョイラです。回復ドロ強プラス遅延4つに回復強化プラス、そしてアイアンマン継承です。ここら辺かなり代用あるので安心してください。サザビーです。冬遅延4つに神キラー2突、そして海馬武器継承、ラストフレンドがこちらミシュラです。遅延4つ神キラーにレム武器継承って感じになってます。代用解説はね、動画の後半でしてますので、よかったらそちらもねチェックしてみてください。まあ今日はね、こちらのダブルゼータガンダム編成とミシュラーを合わせた編成を使って実際にまんじゅう攻略していこうと思います。ということで使っていきましょう。さあ、1階層からやっていきましょう。まずはダブルゼータガンダム撃ちます。はい、でからの海馬武器撃ってあげてずらしていきましょう。はい、でからのアイアンマン武器撃ちます。はい、これでちょうどアイアンマンが溜まるんで、ジョイラアシストのアイアンマン撃ちます。ちなみに僕のチャンネルジョイラ初仕様なんですけど、ジョイラもめっちゃ強いですからね。アイアンマン撃ってリダチェンします。はい、でからの連武器撃ってあげて1コンボ2回組みます。ジョイラね、スキム6に回復ドロ強が6個あるんですよ。めちゃくちゃ回復サポートできて、単純にあとスキム6だから序盤の編集もめっちゃ強いんですよね。超優秀なキャラです。僕結構ジョイラ評価めっちゃ高くて、このキャラ超強いなと思ってるんで、ジョイラのおかげで回復力こんな感じ、無効貫通と平積みするんですけど、はい、回復音消しだけでこんな感じで72万とか、やばくない回復力マジで。いや、これがジョイラなんですよ。でしかもスキブ6あるから、変身キャラとかにおいて序盤の変身サポートもできるし、でスキブ6に回復努力を6個に創作課題数に封印2つまであって、しかも消せない場合の覚醒無効 HP 全回復に1ターンヘイスト努力が8ターンだからね。結構そう考えるとさ、強ない？実際めっちゃ俺は強いと思ってて、このキャラはね、相当な壊れだと思いますよ。いや、普通に既存の中でも、ジョイラは圧倒的。てか、他のキャラが弱すぎるんですよね、既存は結構。他が結構、あんまり、正直使わないなってキャラが多いんだけど、やっぱりこの中でも、まあ、ジョイラだけは、これめっちゃ強いやんって感じだよね。実装突破です。さあ、続きまして、3階層です。3階層はエピオンを打ちます。エピオンを打って殴っていきましょう。ミシュラフルアーマーダブルゼータガンダムからのサザビーループなんで合ってますね。ここもしっかり2で組んでいきます。よいしょ、こうか、しっかりと火の2コンボ組んであげて3コンボ加算発動していきます。火の2コンボ含む無効貫通含む全力コンボ、こんな感じで組んであげて削っていきましょう。でサザビー打ちます。
いいね。てかマジでこれ火力もめっちゃ高いし、ほんと最近非属性がさ、あの GS シェルフ実装でめっちゃ評価上がったやん。でまあそれと同時にガンダムコラボのキャラたちも評価めっちゃ上がってるわけなんだけども、これさらにこのさミシュラが実装されたことによってまた評価上がるぞ。てかミシュラこんな感じで21億7億2億だからな。火力もめっちゃ高いしな。あちょっと一回ミシュラの火力見てみようぜ。4階層ダブルゼータからのミシュラ撃ちます。これしかもねミシュラめっちゃ強いんだよね火力。見てて、この自身攻撃5倍プラス変換があることによっていくよ。ミシュラ撃ってあげると上限45かつ5倍エンハンスがかかって、で今回のミシュラこれにね回復キラー武器乗ってるんで、実際はこの今から出る見た目火力に5倍の火力がボスとかでは出るんだけど、まあ、それで火力がこんな感じ。はい、無効貫通含んで火の3コンボ組んであげると15コンボで16、17、18。さあこれでミシュラの火力がこんな感じ、45億、45億、16億。どう、さすがに強くない？いやだからミシュラこんぐらい火力出るんだけど、これしかもロザリンと合わせてあげるともっとやばいと思うんだよね。あとミシュラマシンタイプ持ってるからさ、このガンダムケイトとめちゃくちゃ相性がいいのよ。そうガンダムってさマシンタイプのキャラ多いやんね。だからこことも、すごい相性が良くてめっちゃ完璧な性能になってます。はい、でここまた殴りましょう。でここはしっかりジョイラの回復を生かします。ほんとジョイラ強いんだよな。しかもはい、これでまたしてもジョイラでしっかりと HP 全回復してから殴っていきましょう。 OK 突破で、続きまして6階層です。ここはまず0コンボ組みます。はい、0コンボ組んであげてから2ターン耐久していきましょう。あと HP がさ、フラーマダブルゼータとミシュラ編成って視点で、まあ、言うならその割合対策とかで軽減とかはないんだけども、耐久がめっちゃしやすいんですよ、ね、だからこんな感じで0コンボ組んであげられて耐久できるので、まずこれで1ターンこんな感じで耐久。で、からのジョイラの回復力を活かせるので、そう、ジョイラデフォで回復努力6個だからね。こんな感じで回復努力を使って回復。で、これで普通に2発耐久。で、からの突破していきます。はい。フラマダブルゼータ打ちましょう。であとはアシスト無効が解除された後にしっかり全力コンボを組んでいきます。はい、これで無効貫通含む火の3コンボ含んであげて12コンボです。これでしっかり突破していきましょう。13、14、15、これで突破です。ナイス。だからねミシュラはね見た目以上にてか火力が出るから、そう本当にこいつ火力出るんですよね普通に。だから思ってたより強いわ。火力出ないと思ってたから本当に失礼しました。すいませんでした。ちょっと目覚ましがね、火力出ないと思ったんだけど実際は火力かなり高くておもろいキャラ。これで無効貫通含みながら火の2コンボ含んであげて10、11。さあこれでワンパンしていきます。オッケー。ルーレットはまあうざいけど仕方ないわな、まあ、それこそ頑張れるんだったらミシュラの上貯めるとかねちょっとあれだけど、あでもまあなかなかねだけにもいかないんで、とりあえずミシュラ打ちましょう。でジョイラ打って、で無効貫通組んでいきます。はい、これでしっかりと火の無効貫通プラス火の3コンボ消しで火の2コンボ組んでいきます。はい、からの高火力で余裕でワンパンです。ナイス。あとフルアーマーダブルゼータガンダムのこのエンハンスループがマジ地味に超強いんだよな。で十字組みましょう。まずはまず十字組んで1コンボ0コンボ2回組みます。はい、フラマダブルゼータ打ちます。はい、倒していきましょう。パズルミスないようにしていきますね。組みます。はい、これで火の3個消しプラス無効貫通含む11コンボ12コンボです。ルーレットがあと2ターンなんで、あと2ターン経ったら解放されるっすね。
はい。で、あとはミシュラ打ってあげて突破していきましょう。いきます。ここが回復になったらパズルしようか。はい、これでしっかりと無効貫通含む89。あ、1コンボ足りてないけど無効貫通の力でワンパンできます。最強。7コンボさえ組んであげればしっかり倒しきれるんで、こいつらはマジで強いっす。本当にナイス。ダブルゼータとね、ミシュラが7コンボ強化でしっかり火力出してくれるので、これを利用していきます。で、10階層です。ここはエピオンとサザピー打ってあげてワンパンしていきましょう。ごめん、サザビーね、ごめんなさい。サザビー打って殴っていきましょう。で、しっかり回復したいので、まあまあこんな感じでちょっと盤面調整しつつ、はい、もうこれで火の無効貫通プラス火の三消し含む回復4消しでしっかりジョイラの力で一瞬で HP 全回復。80万、強すぎ。しかもジョイラちなみに76リダだからね、こいつ76リダチェンで使えてこれなんでかなり強いっす。で、この2人の力でしっかりとワンパンしていきましょう。さあ、続きまして11階層です。ソウソウは 0C 組んでから正方形組んで倒していきます。まあ、一旦フルアーマーダブルスター打っといて1コンボ組みましょう。はい。で、からのミシュラ打って倒していきます。はい、しましょう。いきます。よいしょよいしょ。さあ、もうこれはね、さすがにミシャラの火力バカ高いと思う。これ多分ね、ミシャラの火力やばいっすね。ミシャラの火力注目。15コンボ45億49億。単体105億ってこと？2ターンに1回単体105億出せるバケモンがいるらしい。やべえな、強い。カウムです。ダブルゼダ打ってワンパンしていきましょう。サザビー打ちます。これ以上はやらせん。あー、でも盤面悪いな。一旦平積みしてみよう。もう平積みもさ、ちょっとは軽く出るっしょ多分ね。実際軽く出そうだけど、どうなんですか。火の5消し含む火の3セット、実際結構強そうじゃない？なんだろう、俺ワンパンできると思ってるんだけど、これ。20コンボ。どう？よいしょ、これ。うわ、強っ！無効貫通組まなくても強いっていう。完璧なキャラじゃん。で、13階層です。ここはダブルゼータとガンダムで倒していきましょう。あ、まずはダブルゼータ打ちます。はい。からの、ミシェラウト。で、フラーマーダブルゼタ打ってあげて殴っていきます。いきましょう。しかもさ、ミシュラはさ、2ターンに1回打てるからさ、なんていうの、2ターンに1回使っちゃっても別に大した問題ないから、それもなおさら強いんだよね。 OK。 さあ、これでしっかりと無効貫通含む火の 4C 含んであげて15コンボ、16コンボです。弱化ドロップあるけど、それ以上にこっちの火力の方が高い。ワンパン。余裕でワンパン。さあ、続きまして、ボス。で、ここは、で、ここは、一旦ちょっと、さっきの階層せっかちしちゃったんで、まず1ターンだけ待ちましょう。と言いつつ、盤面整理をしていきます。はい。こんな感じで。次サザビーだっけ？やべ！キドロップだった、残すの。ミスった。闇残しちゃった。まあいいや。でもこれで1ターン盤面整理してから殴っていきます。あ、でもいいじゃん。ミシュラウトか。いや、さすがにサザビー言うと。ミシュラ次の階層で使いたいからサザビー打ちます。で、これで弱化ドロップ対策でしっかりと泥鏡入れてあげて、かつ無効貫通で殴っていきましょう。
まあ、全くもって焦る必要はないので余裕を持って殴っていきます。これで火の無効貫通含む4セット含んであげて16コンボです。はい、じゃあ18、19、最強じゃないこれ。ワンパンでしょこれ普通に。惜しい、何それ、めっちゃ惜しいことするやん。でフラーマダブルズター打ってあげて殴っていきます。いきましょう。なんだこのめちゃくちゃ惜しい削りは。うん、もどかしいけどもう一発ちゃんと全力組んであげて倒していきます。はい、これで無効貫含む12コンボ13、14、15で、これはねフラーマダブルゼータのエンハンスループも入りますので、ここからしっかりこれで突破していきます。 OK。 さあ続きましてボス、みんな見ててこっからなわけよ。このクーバーシェンってこれ回復タイプなんですけど、こんだけ隠れてるミシュラに回復キラーがついてるんですよ。でしかも神キラーもついてるんですね。つまりミシュラは今から見た目の火力の10倍出るボーナスタイムに入るわけですよ。さあそれがどういうことを招くのか、いきましょう。ちょ、弱化ドロップ多いな、それ怖いな。いきます。これでいいや。こうしてあげるとこれでミシュラは10倍エンハンスが乗るのね。ではミシュラの火力45億24億8億に10倍まあつまり全貫素して殴ってくれるんだよね。バカ強いです。はい、でここもサザビ打ってあげて殴っていきましょう。あで今ちょっとね、あの弱化ドロップとサブに弱化エンハンスが入ったんでワンパンできないんですけど、あのサブに弱化エンハンスなかったら余裕でワンパンできます。なのでここもう若干ハンス全員消えてるってことはもうそういうことなんだよね。火の無効貫通含みながら火の3セット含んであげてもう一発だけ殴りましょう。13コンボです。 OK。 14、15、16、17、18、19。さあこれでしっかりと半分まで削り、ちょお前らに見せるわ最強の火力をラスト。でもここはミシュラ打ってからフラーマダブルゼータ打ちます。はい、180万なんで耐久からのミシュラ打ってフラーマダブルゼータ打って、まあ、ジョイラも打ってドロー強いくぜ。火、オッケー、いきます。見ててねみんな、これがマジでミシュラの力だから。ミシュラさ、パッと見さ、えミシュラ弱いやんとか言われたりしたけどさ、マジ強いのよ。いくぜ。さあこれで火の無効貫通含む火の5セット。いけミシュラ破壊しろ。しかもこれ、合計で10倍分のキラーが乗ってるんで、45億、25億、45億に10倍ってことは、いくつ？ああ、もうすごいです。ということで今日はミシュラを使って満場攻略する動画でした。あの、マジでミシュラね、普通に火力高いしね、ロザリンが出たら評価かなり上がると思うんで、結構期待できる性能してると思います。これね、普通にね、ロザリンが相当強いので、相方としては悪くなさそう。でミシュラがどうしても軽減率が低いんだけど、ロザリンが激減で実装されるから、そう考えたらなおさら評価上がると思うんで、結構ね今週に期待できるキャラかなと思います。最後に内容を話していこうと思います。はい、さあということで最後に代用解説と話していこうと思います。まずはダブルゼータからなんだけど、ダブルゼータに関しては2ターンダブル吸収無効を持ってるね、キラが代用として使えます。はい、これですね。まあ、24段変身のキャラって、変身後はね、2ターンで2ターン後に発動、火闇の攻撃5倍、ダブル吸収無効2ターンが打てます。もちろんターン調整等を意識しながら立ち回ってもらう必要はありますが、こちらで代用ができるとなっております。はい。で、リーブ機に関してですね、ダブルゼタ継承のリーブ機に関しては、これリーダーチェンジ武器で問題ありませんので、まあ、例えば代用としては、こちら、はい、シャーブ機とかですね、か、あとは、まあ、ハブ機とかが代用として使えます。はい、これで代用してあげてください。で、リオレウス武器ですね。ダブルゼタ継承のリオレウス武器に関してなんですけど、リオレウス武器に関しては、例えばバレンタインアキヌとかですね、チーム HP 漏れてヒドロキを漏れる武器とか、ゴーザのミロとかで代用してください。はい。で、からのレンに関してですね、レンに関しては、暗闇耐性プラスを持ってる武器が最強という感じになってますので、まあ、代用枠としては、例えばエコーズ持ってるこのね、とか、あとはアカムトルムとかが代用として使えます。はい。で、からのアイアンマンですね。アイアンマンに関してなんだけど、アイアンマンはまあシンプルにもうめちゃくちゃ代用シンプルで、フランキーとかですね、あとバルバーとかが代用として使えます。はい、こんな感じですね。はい。で、海馬に関しては、もう完全代用自由で、初手ターン稼げれば何でもいいです。はい。で、レムーに関しては、ホノリン武器とか
が代用として使えます。はい、まあ、非属性追加かつ無効貫通持ってて回復キラー持ってるんだけど、まあ、これは本当に代用になっちゃうから火力は下がっちゃうんだけど、レムーンで無効貫通つけるとか、まあ、あとはそれこそあのクリスマスのね、クリスマスイベントで実装された低レアリティの椿いるじゃないですか。まあ、この椿の武器とかに関してはこんな感じで神キラー追加に非属性追加ヒドロキュー4つあるんで、こういう武器で代用してもらっても大丈夫かなって感じです。まあ、ここら辺が一応ねキャラの代用としては使えますので、もし持ってない人はねよかったら代用して挑戦してみてください。じゃあ今回の動画終わりになります。チャンネル登録高評価ぜひお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。